阪神タイガースの坂本誠志郎選手が養父市の中学校とリモート交流会を行い、母校の生徒たちを激励しました。母校の養父中学校の生徒を激励するため、オンラインで交流会に参加したのは、新しく阪神タイガースのキャプテンに就任した坂本誠志郎選手です。この交流会はコロナ禍で制限の多い生活を強いられている生徒や、この春卒業する3年生たちにエールを送ろうと、養父中学校の生徒会が卒業生の坂本選手に手紙を送り実現しました。できるだけ大きい夢を持って、自分はそうなるんだ、そうなれると思って生活してほしいと思います。自分が一番自分のことを信じてあげないと可能性って広がらないと思うので、どんどんいろんなことに、挑戦もしてほしいと思います。養父市の市長になりたいと思ってます。ふるさと納税とか頑張るしお願いします。ちょっと本当に吉田君が市長になったら、みんな笑ってたのね、お前笑ってたら言ってあげればいいし、自分の夢だから人はどう思ってるとかじゃなくて、絶対市長になるんだと思う。キャッチャーします。僕も坂本選手みたいな選手になりたいと思います。夢に向かって進むみたいなのが難しいことだと思ってたので、みんな頑張ればできるんだなと思いました。生徒たちもタイガースの帽子やユニフォームを着て、来シーズンに向けて調整を続ける坂本選手にエールを送っていました。